この辺りだ。この辺りでイタチの姿を見たと動物たちは教えてくれた。よし、これから手分けしてイタチを探し出す。イタチを見つけた場合は絶対に手を出すな。すぐに俺に連絡しろ。あ、それじゃ。もうすぐだ。久しぶりだな。誰だ？俺だ、サスケ。うちはたち少し背が伸びたか。あんたは相変わらずだな、その冷たい目も。始末する価値もない。この俺を倒したくば恨め、憎め、そして醜く生き延びるがいい。逃げて逃げて生にしがみつくがいい。あの夜の出来事、幼かった俺には幻にしか思えなかった。ひどい現実の中にいるのだと、そう思いたかった。だが、あれは紛れもない現実だった。今の俺は昔の俺とは違う。あんたを消す、その力が俺にはある。大した自信だろ。あの夜の悪夢を、今ここで、この俺が、終止符を打つ。強くなったな。一人でウチハのアジトに来い。そこで決着をつけさせてやる。
サスケ！お前たち、なんでここに？カリンが、サスケのチャクラと大きいチャクラがぶつかってるって言い出してね。気になって来てみたんだよ。サスケ、一体何があった？俺についてこい。行くぞ。ウチハのアジト、そこで全ての決着をつける。第5章、兄と弟。それで、どこに行くの？ウチハのアジトに向かう。ウチハの？そこで全ての決着をつけてやる。ついてきたはいいものの、ウチハのアジトってどこにあるのさ？じっと見つめて、そこに何かあるの？かい。あらら、こんなとこに通路があったんだ。ウチハ一族しか知らない通路か。行くぞ。気をつけろ、何か来るぞ。お前は、ここからはサスケ君一人で行ってください。イタチさんからの命令でしてね。他の方々はここで待っていてもらいましょうか。いいだろう。正体で動いていたのは、もともと1対1に邪魔が入らないようにするためだった。お前たちはここで待っていろ。さて、星がききサメ、そして大東サメ肌か。ほう、なぜそれを？忘れたか？ホオズキ満月の弟、ホオズキ水月だよ。おお、大きくなりましたね、水月。ここでただサスケの帰りを待つのはなんだから、暇つぶしに楽しく遊んでもらえないかな。お兄さんと違いやんちゃですね。少し削ってあげましょう。ああ、お仲間も参加されるようならどうぞご自由に。うずうずして仕方ないよ。さっさと始めようか、キサメ先輩。先輩、ほう、これは思ったよりやるようですね。あんたの持つ大刀サメ肌、この僕がもらい受けるよ。私のサメ肌をね。残念ですが、それにはまだ力不足です。
なんだと？私はまだまだ本気を出していませんからね。へえ、だったら本気出してもらおうじゃない。そうしてあげたいのは山々ですが、あいにく上からの命令で止められていましてね。上だと？ええ、いずれあなたたちにも教えてあげないといけませんね。どういうことだ？待っていろ、ウチャイタチ。ウチハのアジト、あそこにイタチがいる。決着をつける時が来た。イタチ、この俺の憎しみを見せてやる。たっぷりとな。修行に付き合ったや。俺は忙しいんだ。父上にでも教わればいいだろう。だって手裏剣術なら兄さんの方が上だって子供の俺でもわかるよ。兄さんがそうやっていつも俺を厄介者扱いする。サスケ、許せサスケ。また今度だ。愚かなる弟よ、この俺を倒したくば恨め、憎め。名はウチハ・サスケ。嫌いなものならたくさんあるが、好きなものは別にない。それから夢なんて言葉で終わらす気はないが、野望はある。一族の復興とある男を必ず殺すことだ。やっとたどり着いた。来たか、サスケ。あんたとの因縁、ここで断ち切る。ずいぶんと力が入ってるな。あんたをここで葬ることができると思うと、自然と力が湧いてくるんだよ。俺を葬るか。その前に、あんたに一つ聞いておきたいことがある。今さら何が知りたい？あの夜、ウチハ一族を滅ぼしたあの夜、本当にあれはあんた一人でやったことなのか？なぜそう思う？いくらあんたでも一族全てを相手にやれるはずがない。あんた以外の誰かがあの夜いたはずだ。気づいていたか。誰だ？誰があんたに協力した？ウチハ・マダラだ。ウチハ・マダラ？木ノ葉隠れ創設者の一人、俺の相棒であり、師であり、不滅の男。創設者だと？それならとっくに死んでるはずだ。マダラは生きている。信じる信じないはお前の自由だが。それごとはやめろ！
人は誰もが己の知識や認識に頼り縛られ生きている。それを現実という名で呼んでな。しかし知識や認識とは曖昧なものだ。その現実は幻かもしれない。何が言いたい？マダラが死んでいるというのはお前の勝手な思い込みだ。お前は、お前のその目は何一つ真実を捉えていない。お前は何も見えていない。確かにマダラについて俺は何も知らない。だがな、そんな瞳でもしっかりと見えているものが一つだけある。一体何が見えている？今の俺のこの目に見えているもの、それはイタチ、あんたの死に様だ。俺の死に様か。再現してみろ。最後の術になる。雷鳴と共に散れ。これがお前の再現したかった死に様か。本当に強くなったな、サスケ。これがなければやられていたな。ここからが本番だ。これが俺の切り札、スサノオだ。スサノオだと？じゃあな。距離を取ったつもりか。邪魔だ。距離を取ったつもりか。
邪魔だ。スローに。つもりか。邪魔だ。スローに。それで終わりか、サスケ。仕上げだ、サスケ。これでお前の目は俺のものだ。何言ってやがる。俺に傷を与えることはできない。どうすれば。こいつは一か八かだ。聞いていないのか。何をやっても無駄だ。下がるしか。もう終わりだ。ここまでなのか。
俺の目だ。やめろ。お前は俺の光。お前は俺が兄さん、一緒に帰ろう。全く仕方のない奴だな。なんで兄さんが愚かなる弟、こんなこと。恨め、憎め。新しい手裏剣術を教えてくれるって約束しただろ。また今度だ。兄さん、なんて遠いんだ。俺とお前は唯一無二の兄弟だ。俺はお前と共にあり続けるさ。手当てはしておいた。イタチは死んだ。お前の勝ちだ。一度会ったな。前は敵としてだが。デイダラのことなら気にしなくていい。俺はお前の敵じゃない。俺はお前にあることを伝えるためにここへ連れてきた。あること？そう、ウチハイタチについてだ。お前は兄のことを知っているようで何も知らない。なぜお前がイタチのことを知っている？そうだな、まずは自己紹介からしておくか。俺はお前と同じウチハ一族の生き残りであり、ウチハイたちの真実を知る者だ。なんだ今のは。イタチがお前に仕込んだアマテラスだ。さすがイタチだ。死んでもなお驚かされる。ここまでの手を打っておくとはな。一体何のことだ。お前に術をかけていたのだ。お前から俺を遠ざけるためとでも言おうか。よほど俺の口から真実を伝えてほしくなかったと見える。何の話をしている。イタチは死ぬ前お前に何かをしたはずだ。お前のために
己の動力をお前の中へ注ぎ込んだんだ。何を言っている？何が言いたい？どうしてイタチがそんなことを？わからないのか。お前を守るためだよ。守る？守るだと？何の冗談だ。あいつは俺の敵だ。父さんと母さんを殺し、一族を滅ぼし、それに、さっきも言ったが、お前は兄のことを知ってるようで何も知らない。うるせえ！お前にイタチの何がわかる！イタチから聞いているだろう。あの夜の協力者のことを。じゃあ、お前が。そうだ。俺が。ウチハマダラだ。俺はイタチのことなら何でも知っている。奴が何を思っていたか、何を望み、何を愛し、そして何をかけて戦ったのか。すべて、お前は兄、ウチハイタチの生き様を、真実を聞かなくてはならない義務がある。あいつは、イタチは俺と戦い、俺をこれまで苦しめ続けてきた。それに、一族を滅ぼしたのは紛れもない事実だ。あいつは、ウチハを。それが木の葉から下された任務だったとしたら、それがイタチの真実への入り口だ。任務だと？そうだ。あの夜、イタチは己を殺し、任務をやり遂げたのだ。どういうことだ？少しは話を聞く気になったが、あいつは、イタチは犠牲になったのだ。木の葉に古くから続く因縁、その犠牲にな。犠牲？木の葉が来れ。今では大層な里になっているが、その根底には歴史の歪みが渦巻いている。特にウチハに対する差別がそうだ。ウチハへの差別だと？もともと木の葉隠れは対立していた忍びの組織が一つになって出来上がった里なのだ。そしてその中に我がウチハ一族もあった。木の葉創設当時こそ、我らは他の一族と共に里の中心として実権を握っていたが、初代火影の座を奪い損ねてからは、徐々にウチハは主権から遠ざかっていった。ウチハのリーダーであった俺は、そのことに絶望し、やがて里を離れた。俺が離れた後のウチハは、さらに力を失い続け、そしてついには里の厄介者として扱われるまでになった。所詮ウチハは必要とされてなかったのだ。差別されていたのだ。もちろんそれを良しと思わない者たちが出てくる。当然だ。彼らはウチハの実権を取り戻すため、そして何より誇りを取り戻すために、ある計画を企てた。計画？お前の父をリーダーとした木の葉の乗っ取り、
いわゆるクーデターだ。ウチハ一族がクーデターだと。それに父さんがリーダー。それに感づいた木の葉上層部はウチハに一人のスパイを送り込んだ。それがお前の兄ウチハイたちだ。ウチハ一族とコノハがくれ、どちらを取ればいいのか、その合間に立っていたイタチの胸中は想像を絶する。最終的にはコノハがくれを取ったがな。なぜだ、なぜイタチはウチハを裏切る。第三次忍界大戦、この戦争の経験がイタチを里の安定と平和を第一と考える男に変えた。戦争というものはどれも地獄だからな。里の上層部はイタチのその心を利用し任務を与えた。その任務というのが、ウチハ一族全員の抹殺だった。当時のイタチは悩み悩み悩み、いかんともしがたい苦悩の中にいた。普通に考えれば同胞に手をかけることなどできようはずもない。だがウチハのクーデターを許せば里は崩壊し、そこをついて他里が攻め込んでくる。それこそ第四次忍界大戦の引き金になりかねない。ウチハ一族の利己的な思想で無関係の人々が死ぬ、それだけはどうしても避けなくてはならなかった。だからイタチは選択したのだ。己の手で一族の歴史に幕を下ろすことを。そしてあの夜へとつながっていく。任務だった。一族を滅ぼし汚名を背負ったまま抜け人になること、その全てが任務だった。その任務を全うした。ただ一つの失敗を除いて。いかに心を閉ざし修羅と化したイタチでさえも、ただ一人、たった一人、弟だけは殺せなかった。その後イタチはお前を守るよう三代目に嘆願し、他の上層部にはサスケに手を出さぬよう脅しをかけ里を抜けた。お前のことが何より心配だったのだ。嘘だ、嘘だ、そんなのそんなわけあるわけないじゃないか。事実だ。嘘だ、現に俺は何度も殺されかけた。イタチが本気ならそうなっていただろうな。それにイタチにはお前を追い込まなければならない理由があった。あれは全てイタチの仕組んだ戦いだった。お前を獣院から解放するため。そしてお前に倒されることで仕立て上げようとしたのだ。
ウチハ一族の仇を討った英雄に。信じられるか、そんなこと。あいつはイタチは悪だ。一族を滅ぼし暁に染まった犯罪者だ。暁に入ったこともイタチの計画のうちだ。里への危険組織を内側から監視するためのな。一族を裏切り里を抜けたとしてもイタチの心は木の葉と、そして何よりお前と共にあった。嘘だ嘘だ嘘だ。そんなことがあってたまるか。嘘ではない、お前のことを何より。やめろ、そんなものすべて。なぜならお前は生きている。結局お前の目はイタチのことを何一つ見抜けていなかった。イタチは友を殺し、上司を殺し、恋人を殺し、父を殺し、母を殺した。だが殺せなかった弟だけは。血の涙を流しながら感情を一切殺して、里のために同胞を殺しまくった男。どうしてもお前だけは殺せなかった。その意味はお前にわかるか。あいつにとってお前の命は里よりも重かったのだ。あいつは死ぬ間際まで、いや死んでもなおお前のために、お前に倒されることで内派一族の仇を討った木の葉の英雄に仕立て上げるために、その身は病に蝕まれ、近づく死期を感じながら薬で無理に延命してでも、お前と戦い、お前の前で死ななければならなかった。木の葉の平和のため、そして何より最愛の弟内葉佐助、お前犯罪者として裏切り者として死んでいくことを望んだ。名誉の代償に汚名を、愛の代償に憎しみを受け取り、それでもなおイタチは笑って死んでいった。弟のお前に内派の名を託し、お前をずっと騙し続けたまま、それが内派イタチの真実。お前の兄の生き様だ。どうした、サスケ。どうしたじゃないよ。今日は俺の手裏剣術を見てくれるって約束しただろ。いや、明日ちょっと重要な任務があって、その準備をしなきゃいけない。だから。なんだよ、兄さんの嘘つき。許せ、サスケ。
また今度だ。交換条件がおんぶしろとはな。まったく。ねえ兄さん、今度は絶対に修行に付き合ってよね。ああ、だが俺も任務を受ける身だし、なかなか時間が取れないかもしれないぞ。それでもいい。たまに一緒にいてくれればそれでいいよ。サスケ、お前は俺が許せ、サスケ。これで最後だ。我らは蛇を脱した。これより我ら正体は名を鷹と改め行動する。鷹の目的はただ一つ。我々はこの葉を潰す。鷹が鳴いた。虚空にただ一度。悲しい声だった。虚しい声だった。そして怒りの声だった。滅びの一族を背負いし少年は今静かに狂人をかの地へ向けた。これより開けるは戦乱の幕。真実の復讐、過去への清算。生きし兄の無念を胸に、新たなる内葉佐助の物語はここより始まる。